ハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はマージマンション兼コンビマンションやっていきたいと思います。さて、もうあんまり残り日数がなくなってきました。そう、今日カカシを使おうと思ったんですけどね、ちょっと休みの日にやりたいかな。ちゃんとしっかり見れる時に。あ、それでですね、こちらなんですけども、この恐怖の館がね、明かりのついた恐怖の館になっております。これね、前回私頭蓋骨最後まで作れてたのに、なんかまだ次の段階がいるって、多分ね、全身骨格になるんだと勘違いしてて、最後の7段目撮り終わった後で、あれ？これ最後までできてるじゃん、納品できるじゃんと思って、その後ピッてこう入れちゃいましたんで、まずこっから肖像画を出していってみようか。え、ちょっと待って、女の子レベル1合体させると名もなき兵士を作れます。え、これ何個出る？3つしか出ない。待って、そう、頭蓋骨すごい苦労するんだけど、マジですか。はあ、やばい、これきついぞ。まあ、とりあえず納品していこうか。でも良い考えかも。この名もなき兵士さん合体させると若き乙女を作れますが、まあとりあえず完了で、ホープウェルベイで完了する。お面、えい、大会を開くなんて。お、たまにこういう緩いのが来てくれると助かるよね。どんな結果になっても。もう作れる。きっと楽しめるはず。あ、これも回収していくか。私たちが優勝して。いけますね。怖い目つきをした。かかし、だいぶすっきりはしてきたかな。これ何？あ、これまたあれかな、時短とかその辺だね。かかしだ。え、これ時短を使えということかな。時短じゃない、かかしの方の時短ね。え、ちょっと、じゃあ、ちゃんとね、休みの日にね、やりたい。はっ、しまった、これ。あれ、使うとこあったっけ？何です、あれ。けどこれだ。これも納品。でもいるのはこっちか。かかし変なとこに置いちゃったな。違う、これ、この辺に置いとくか。かかし邪魔だな。これでいいか。かかしを立てられたら。これとモンスター最高ね。イエイ。たとえ勝てなくても目玉を使う時が来た。
What? 4段目か、来ましたね。でも多分お菓子はこの回だけでは作れないから、作れないから作って、お期待がお菓子がちょっと待って、ない、3段目が関の山だな今回は。これもちょっと出しとくか。でお菓子を作るためには、お菓子を作るためにはこれをタップしないばなりません。よしよし、できたできた。で、まあ入れてしまうか。ちょっとドロップに頼ろう。お面も、あとかぼちゃがいるよ。これもね、これも作っておき、炎のかぼちゃ、あ、炎のかぼちゃからこれ出さないとね。お菓子はでも次回もいけないかな。だって3つぐらいしかドロップせんってことは、せいぜいこのレベル2とレベル1が1個できて終わりだから。うわー、すごいシビア。あと炎のかぼちゃは最低2つ いるのか。手紙みたいなレベル2がいるもんね。でこれをあと町でもう一個作らなければならんわけで。これ無理、もうなんか10日くらいじゃ足りないぞ。と思うのだが、とりあえず炎のかぼちゃは2個いる。であとは60分待ちかな。だね。で、この上の謎の手紙は1時間後にはできる。これは多分2時間いや3時間いるかな。3時間はいる。お面は次でできる。待って、でもこれここにドロップしたいのも含めるともう一個いるじゃん。すごいいる。この炎のかぼちゃがレベル5なのがもうせめてもの救いというか、これが6とか7だったらマジで、あ、この今回のイベント無理だってなってるよね。なかなか
いやでもきっとこれゲームバランスは考え抜かれて作ってんだろうな。さあそんなわけでこれだ、ぼちゃっと。よし、あとはお菓子と骨か。しかしかかしの完成一歩手前のやつが3つも来るとは思わなかったよ。さっきからめちゃめちゃ墓を暴いてますけど、私はもうあれですよ、レプリカの骨が出ているものだと信じてやってますからね。あでも次のこれも作っときたいけどさ、この手紙がいるん、この謎の本がいるんだけどさ、レベル3が。でも次手紙納品だから、きつ。うん。体力もあんまりないが、さっきちらっと見えたかもしれませんが、できてます。プールはまだ。こちら。ラフスの遊び場。さあ、救命浮き輪を取り付ける。なんかね、ちょっと手袋出るかなと思って、ちょんちょんってやったらね、急にババっていっぱい出た。というわけで、浮き輪を取り付けるよ。おう。で、また来た。待って、ゴーグル2ついるな。なかなかきつい。これはもうこっちはぼちぼちやっていこう。どうする、プール完成させるかどうかね、迷い中なんだけど。というのもね、このテレピン油2つなんだけど、あるんですよ、材料は。何の材料かっていうとこれですね。えい。そして、ハサミ使う？使い方がアイテムのようにドラッグすると1段階グレードダウングレードされた2つのアイテムに分かります。じゃあ1回使ってみます。これ初めて使うよ。分割というわけで17になりましたね。じゃあまたしまっておきますか。じゃあ2つに分裂したんで、もうこれでバッチリですよ。プールが完成します、多分。まだあるって言われたらちょっとわーってなるけど。じゃあプール、苔を除去する、完了。まだあった、まだあった。あ、花だ。ちょっと待って、芍薬じゃない、オレンジか。体力もあんまないから次回かな。あ、ごめんなさい、プール完成するってさっき息巻いてましたけど、幻でした。あと1回ありますね。今 99% なんで、あとオレンジの花あと1個作ったら完成です。というわけで今回はちょっとどうしようかな。あとはちょっと待って、これ出しとこう。で、別にいらないから売る。いっぱい納品したからね、隙がすごいできた。なんか倉庫も一個空いてるのか。多分貯金箱の数は在庫がまだ3つぐらいかな。多分明日にならないと合成できんぐらいの感じだったかな。このほんと見受け取りアイテムのね、一覧が見えるようにしてもらえると本当にありがたい。何が何個あるみたいな、どの順番になっとるとか、せめてそれが分かるとありがたい。さっき体力とかも受け取ったからね、
使いたいには使いたいけど、まあこっちか。あと町だよね。これ作りたいけどな。でもまあこれのね、6の次が頭蓋骨なんで。こんな時ろうそくがね、しっかりと出る。お面、お菓子。もう今日はこんなとこかな。ひょっとして、でも動画的にちょっとくっつけといてもいいけどな。だね、動画の編集が、あのね、ちょっとくっつけるだけでも結構めんどくさいっていう。パソコンがもっと優秀ならもっとサクサクできるんですけど、もうあのこのまま撮りっぱなしでアップロードするともうそのままなんですけど、あの一回アップロードしてからちょっとパソコンにダウンロードしないとねいけないんですよね、ちょっとうちのこの構造上で。ダウンロードした後でってなると多分ね2時間ぐらい余分にかかるっていうので、編集があの動画くっつけるだけでもね1時間少なくとも1時間はかかるかな、あの動画のねその書き出しっていうやつがねかかるんですよね。ダウンロードとかも結構かかるし、というわけでまあ今回は短いですけどここまでにしておこうかな。かかし次回こそ、いや、そうだな、明日休みだし次回こそ使ってみようかなと思います。ではご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。